にちは。今日も引き続き自分の時間を取っていこうと思います。今日は、梅酒をつけるので、今ねこの瓶をもうこれは洗ってあるんですけど、これをね一応熱湯消毒しようと思います。ちょっと怖いんで、なかなか大きな瓶なので熱湯消毒も大変なので、これにこうやって入れて、それで蓋をして振る。蓋をすると危険。出る。よし。本当はねお鍋で沸騰したお鍋に入れたりしたいんだけど、大きすぎてちょっとね、まあ、大きな寸胴とかあればいいんだけどできないんで、こんなんで熱湯消毒しています。ただね暑いから気をつけないといけない。でお湯を捨てます。これであとは自然乾燥させます。そして今このヘタを取った梅、これを洗っていきます。水洗いしていきます。半分ずつ洗う。そうしたら今洗った梅を一つずつペーパータオルで拭いていきます。結構ねここまでが地道な作業でいろいろ面倒なことなんだけど、これが終わればあとは氷砂糖と梅とお酒を入れるだけなので、これが終わればねもう終わったようなもんなので、ちょっと最後地道な作業をやっていこうと思います。梅を洗ったのを一つずつペーパータオルで拭いて水気を取りました。そして今回この1キロの梅、これ今1キロ分けたんですけど、1キロの梅に対して氷砂糖を 500g 使います。ここは個人差があると思います。お好みでね増やしたり減らしたりしてもいいと思います。だいたいねこういうの1キロ入りの氷砂糖が売っているので、これを一袋買ってくればね、だいたい一つ二つできます。じゃあ早速ね、作っていきます。最後。で去年梅酒を作った時の動画を撮ってあって、それを見たんですよ。そしたらね、結構失敗というか、そういうのも合わせて一通りやっていたんで、それ自分の参考にしています。まずはこの氷砂糖と梅をね交互に入れていきます。適当でいいと思います。で交互に入れたからって梅の上に氷砂糖が乗るかといえばそうでもない。
そしたら次はブランデーを入れていきます。いつも使うのがこの蝶屋の VO っていうこのブランデーを使っています。まあなかなかちょっと値段はねするんだけど、これで 1.8 リッターで2500円から2800円ぐらい、ものによって違うので、あ、お店によって違うので、 Amazon でもマーケットプレイスのお店によって違うのでちょっと見てみてください。これここね、去年ねここで開け方をちょっと失敗してた。じゃあこれであとは入れていきます。わ、いい匂い。したら同じようにもう一つもやってしまおうと思います。はい、完成しました。これでだいたい3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月ぐらい、8月の終わりぐらいで飲めるようになるのかなって思います。まあちょっとまたね楽しみですはい、ということで今日はまあ一人の週末梅酒をつけるの動画に撮ってみました。ぜひね参考にしてみてください。最初のねあの瓶をあの消毒するとか、ヘタを取って洗って一個ずつこうドライするとか、そういうのがねちょっとめんどくさいんだけど、そう、それが終わってしまえばあとは入れるだけなので、うん、あとはね初めてやるときはやっぱり瓶とかも買わないといけないし、そうちょっとねお金かかるんですけど、だいたいこの瓶が4リッターでブランデーが 1.8 リッターなんですよ。そう、それでこの氷砂糖が 500g、 あと梅が 1kg なんで、だいたいね、ブランデーの倍ぐらいの大きさの瓶を買えばいいと思います。はい、そんなわけで今日は梅酒作りをやってみました。またね毎年こうやってできればいいなって思います。あとはねこのブランデーのこの箱にいろんな季節の果物で作るお酒が載っているんですよ。だからねこの梅酒だけじゃなくて、いちごとかレモンとかさくらんぼとかあんず、りんご、きんかん、いろいろあるので、これもねちょっと一回挑戦してみたいなって思うんですよね。まあ、あんまりね意気込みし、あのしないで、まあちょこちょこっと買ってきてちっちゃな瓶でつけてもいいかなって思います。はい、では今日はこれで終わりにします。さようなら。